はいどうもー、しげぞです。今回は社会理論と社会システムの社会的逸脱でございます。今回の内容、社会的逸脱、これを社服試験の問題を解きながら確認していきたいと思います。社会的逸脱とは、個人または集団が社会の標準から外れた状態にあったり、標準的でない行為をすることを言います。社会学では、 この犯罪とか非行とかがなぜ起きるかを考えるときに個人の内面の問題ってわけじゃなくて社会の相互作用の結果こういった逸脱が起きるんだというふうに考えるわけですね。でいろんな学者の人がいろんなことを言っております。社会の構造に問題があるんだとかね、えー、レッテル張りをするからだとか 文化犯罪の文化を学習するからだみたいないろんな説があります。それをね問題を使って確認していきたいと思います。それでは社服試験第29回問題21を見ていきましょう。ラベリング理論の説明として正しいものを一つ選びなさいという問題ですね。まず答えを示しておきます。4番のの周囲の人々や社会統制機関などが ある人々の行為やその人々に対してレッテルを貼ることによって逸脱は作り出されると見る立場である。これがラベリング理論でございます。その他の選択肢を見ていきたいと思います。まずは1番、機能主義的な立場から、純機能、逆機能、潜在的機能、潜在的機能といった概念を導入しつつ、逸脱や逸脱行動を説明する立場である。 機能主義的な立場から、純機能・逆機能・潜在的機能・潜在的機能といった概念を導入しつつ、逸脱や逸脱行動を説明する立場である。これは、マートンの緊張理論の説明でございます。問い2番。地域社会にある文化摩擦に着目し、社会解体がその地域の犯罪などを生み出すと見る立場である。 地域社会にある文化摩擦に着目し、社会解体がその地域の犯罪などを生み出すと見る立場である。これはトマスの社会解体論でございますね。社会解体というね、キーワードがあります。3番、資本主義社会における生産関係の矛盾から派生してくるものが社会的逸脱であると見る立場である。 資本主義社会における生産関係の矛盾から派生してくるものが社会的逸脱であると見る立場である。これはマルクスの社会的逸脱論でございますね。マルクスは資本論とか書いておりますけれどもね、資本主義社会における生産関係の矛盾から派生してくるということですね。次は4番目、周囲の人々や社会統制機関などが ある人々の行為やその人々に対してレッテルを貼ることによって逸脱は作り出されると見る立場である。周囲の人々や社会統制機関などがある人々の行為やその人々に対してレッテルを貼ることによって逸脱は作り出されると見る立場である。これがベッカーの言うところのラベリング理論でございますね。 レッテルを貼ることによって逸脱は作り出されるというのがキーワードですね。5番目犯罪や非行などの社会問題は怪集団文化の中で学習されその文化を通じて世代から世代へと伝承されていくと見る立場である犯罪や非行などの社会問題は怪集団文化の中で学習されその文化を通じて 世代から世代へと伝承されていくと見る立場であるこれは文化学習理論でございますねちなみに文化学習理論の一つに文化的接触理論というのがあります最適接触論とも言われますけれどもこれはサザーランドという人が提唱しております次は社福試験第33回問題21を見ていきましょう 次のうちマートンが指摘したアノミーに関する記述として最も適切なものを一つ選びなさいという問題ですね。答えは3番の文化的目標とそれを達成するための制度的手段との不統合によって社会規範が弱まっている社会状態を指す。これがマートンの指摘したアノミーに関する記述でございますね。選択肢を見ていきたいと思います。 一番。ある現象が解決されるべき問題とみなす人々の営みを通じて紡ぎ出される社会状態を指す。ある現象が解決されるべき問題とみなす人々の営みを通じて紡ぎ出される社会状態を指す。これは、構築主義の説明でございます。構築主義。これは、キツセとスペクターが提唱しました。社会問題は、 ある状態を解決されるべき問題とみなす人々のクレーム申し立てとそれに対する反応を通じて作り出されるという捉え方これが構築主義でございます2番「怪文化集団における他者との相互行為を通じて逸脱文化が学習されていく社会状態を指す」「怪文化集団における他者との相互行為を通じて 逸脱文化が学習されていく社会状態を指す。これは先ほどありました文化学習理論でございますね。学習されていく社会状態って書いてありますからね。文化学習理論でございます。三番目。文化的目標とそれを達成するための制度的手段との不統合によって社会規範が弱まっている社会状態を指す。これが マートンの言うところのアノミーの説明でございます。ちなみに、デュルケムもアノミーについて説明しておりますね。産業化の進む近代社会において、それまでの社会規範が失われ、社会が乱れて無秩序になった状態をアノミーと呼んでおります。このね、アノミー状態から、アノミー的犯罪とか、アノミー的自殺を招いてしまうと、デュルケムは言いました。 マートンの言うところのアノミーは文化的目標と制度的手段のズレのことを言うわけですね。マートンのいた時のアメリカではアメリカンドリームって言われるように金銭的な成功これが文化的目標として広くみんなにね共有されていたわけなんですけれどもそれを達成するための制度的な手段 はは一般には開かれていないなそういった状況であったと。その状態をアノミーというふうにマートンは言ったわけですね。で、そのアノミーこそが貧しい階層の人々を犯罪へと駆り立てるそういった要因になっていると主張したわけですね。それでは4番目。他者あるいは自らなどによってある人々や行為に対してレッテルを貼ることで、 逸脱が生み出されている社会状態を指す他者あるいは自らなどによってある人々や行為に対してレッテルを貼ることで逸脱が生み出されている社会状態を指す。これ先ほどやりましたけど何でございましょうかこれはベッカーの言うラベリング理論でございますね。レッテル貼りラベル貼りですね。5番目 人間の自由な行動を抑制する要因が弱められることによって逸脱が生じる社会状態を指す。人間の自由な行動を抑制する要因が弱められることによって逸脱が生じる社会状態を指す。これは社会統制論でございます。次は最後、社服試験第34回問題21を見ていきましょう。他者や 社会集団によって個人に押し付けられた好ましくない違いを表す印に基づいてそれを追う人々に対してさまざまな差別が行われることをゴ不フマンは指摘した次のうちこの好ましくない違いを表す印を示す概念として最も適切なものを一つ選びなさいという問題ですね1番が自己成就的予言 2番がマイノリティー3番がスティグマ4番がクレイム申し立て5番がカリスマねえこれがどれでございましょう好ましくない違いを表す印といえばスティグマ3番のスティグマが正解でございますスティグマこれはゴフマンが提唱した概念で他者や社会集団によって個人に押し付けられた 好ましくない違いを表す印のことでございますね。負の烙印とか恥の烙印というふうにも言われたりします。で、このスティグマ、これを負う人々に対して様々な差別が行われることをご不満は指摘をしております。はい、今回は社会理論と社会システムの社会的逸脱でございました。最後までありがとうございました